ちは。こんにちは。今日はローズマリーの盆栽を作っていこうと思います。ローズマリーって盆栽あるんですか？そうですね、模様切り作る人もいたりとか、比較的ブワッと葉っぱが出るので、こうやって木質になりやすいんですよね。盆栽仕立てには生きるんじゃないかなと。家庭菜園でローズマリー育ててる人も多いと思うんですけど、はい、そういう人とかも例えばこういうところを切って刺しとけば、活着がすごい息なので。なるほど。またすぐ太って、まあそれも構想として使うのが一番ですけど、まあちょっと遊び心を持って盆栽にしてもいいんじゃないかな。なるほど。はい、でまずこれとこれが分かれればいいんですけど、2本あります、ね、2本あるんですよね、うん、とりあえずやってみようというか、ね、このまま針金をかけて、まあ、分かれるようにしてそれぞれ植えていこうかなと思います。はい。ただこの木はあまり根っこを傷めると良くない木だということで、様子を見ながらやっていきたいと思うんですけども、はい、とりあえず形を作っていくっていうことから始めていきます。はい。最初はこっちの太いやつからやっていこうと思うんですけど、うん、ここに一曲入ってるんですよ。ここの上の曲がりって、まあこれは自然に曲がったやつですけど、うん、これが面白いんで、なんとなくこうやってアルミ線で曲げてこういう風にしていって、なるほど、ふわっと作っていければなと思います。で、メインはこの枝になるので、うん、この2本の枝、下のちょろちょろしたやつはちょっともう取っていこうかな。はい。こういうのも刺しといけば出るとは思うんですけど、もちろんローズマリーなので、いい匂いね、いい匂いする、うん、どっちにするかな、こっちにするか。この向きは何を基準に巻いてるんですか？まあ、今こっちからやろうとすると隙間が空きそうだったんで、うん、単純にこっちこうやってこうやってやりたいんで、はいはい、こうやりやすい1本だと絶対曲がらない硬さなんです、うん、今これ 2.3 か 2.5 ぐらい 2.3 ぐらいですかね、巻いてますけど 2.3mm、 はい、だと曲がらないんで、ちょっと2本ぐらい巻いていこうかな。なるほど。1本は上の枝で1本は下の枝っていう風にやっていけば、うん、これを見た主婦の方が、はい、針金を巻くって難しそうと思うと思うんですよ。はい。まあアルミ線は Amazon で売ってるじゃないですか。はい。何ミリを買ったらいいとか、太さ。太さはですね、基本的に針金がアルミ線の場合は、うん、幹の3分の2って言われてるんですよ。幹の3分の2アルミ線、はい、うんうん、で、銅線っていうのがあるんです、もう一個、はいはい、銅線の場合は、硬いので、うん、幹の3分の1って言われて、幹の硬さって樹種ごとに違ってきて、硬い場合は太くしたりとか、うんうんうん、五葉松とか、うん、でも八つ房症のやつだったら枝が太りやすいんで、ちょっと細いやつでかかんない場合もあるし。なるほど。基本的にはまあアルミ線ですよね。アルミ線が一番ですね、うん、でこうやってゆっくりでもいいから、ちょっと一本でもちょっと曲げてってあげて、うんうん、でこういう背中ができるとここからひびが入って割れてしまうので、はいはい、この間をもう一本のアルミ線で補ってあげる。なるほど。追加してあげるっていう感じでいきたいと思います。で僕はこっちが面白いなと思ったんで、うんうん、こっちを正面にしたんですけど、はい、まあ盆栽ですから綺麗に作りたいんですので、うんうん、針金の入れる位置を、まあ、後ろ側にしてあげるとより綺麗に見えます。あ、なるほど。ちょっとした配慮ですけどね、はい、最初に正面決めて、そう、裏側から針金が出るように。そうそうそう。で次はこの下の枝にかけていくから、うん、ぴったりつける場合と間を空ける場合があっていいと思うんですよ僕は、はい、針金、2本目の針金があるんですよね。そうそうそう。御用とか松類をかけるときとか、やっぱり綺麗に見せないといけないっていうのが大前提なので、はい、そういう場合は針金をぴったりつけないとやっぱり綺麗に見えないですから、そういう時はつけるんですけど、こうやって折れやすい木とかを曲げる際は、うんうん、基本的に雑木ですけど、そういう木はこういう間を開けて曲げてってあげると、それより木のためですよね。なるほど。針金を巻く角度は45度。45度が理想ですね。が理想です、はい、でゆっくり
折らないようにこうやって曲げていってあげればしっかり折れずに曲げていきられるので、まああんまりやると折れる危険性もあるので、うん、あんまりねじれないですけど、綺麗な風にだいぶ曲がりましたね。そうですね、やっぱり気をつけてあげれば全然硬い木でも曲げられるので、うん、ちょっとずつちょっとずつある程度骨組みできたんで、うん、細かいところをやってあげれば綺麗にできるんじゃないかな、はい、そういうのこんないらないかもしれないな、うん、ここやりきっちゃおう、はい、内側はあんまりいらないんで、はい、ただなくしちゃうとつるんつるんつるんになっちゃうんで、これぐらい残して、うんうん、残して、かわいい。これ刺しておけば絶対出るんで、はい、これは1ミリ、1ミリ細いですね、うんうん。これでもちょっと太いぐらいですけど、今手元にあったのでこれを。やっぱ針金かけるとグッと盆栽っぽくなりますね。そうですね、うん、多分鉢変えるだけだと剪定と盆栽っていうか、まあ、植木っていう感じになりますね。盆栽のちょっとしたテクニックを使ってあげればもう盆栽に見えますから、でちっちゃくしたいんだったらもうこの辺でとりあえず切っちゃうとか、うん、そうすれば針金かけ楽になるんで、はい、でこういう時は細いのと太いのかけるんだったらなるべく間を空けないようにしてあげる。そうすると綺麗に見えますから、太いところをかけるんだったら間を空けてもいいですけど、細いのと太いのっていうのをかける場合だったら間を空けないようにしてあげるといいかもしれないな。あとは真柏と同じように綺麗に見せるんだったらもう下の方に出てる葉っぱを取ってあげればもう綺麗に見えますから、作り方で言うと僕は今これオンコとかと同じ作り方なんですけどね。オンコ一位とか、葉っぱが似てるじゃないですか。似てますね、一位と。だからそういう作り方で僕やっちゃってるんだけど合ってるかな、うん、とこういう葉っぱにはかけないようにして、はい、で下に出てるやつはちょっと取ってあげる、うんうん、こうやって下っからのやつ、はい、でここですね、さっき言ってたのは。そう、ここの間は開けないっていうことですね、うん、で、この葉っぱにかけずにこういう風にかけていくと、こうすれば綺麗に見えますから、はい、でちょっとした曲をつけてあげれば、うん、で、まあ、これが裏枝になりますね、はい、だいぶ盆栽っぽくなってきた。もう完成ですよ。うん、すごい。下の葉っぱ取るのいいですね。棚がちょうどできるみたいに。そうそう、なかなかその発想なかった。これでもね、重要ですよ。特に。はい、どうでしょう。おこれが裏枝。うんうん、で頭ができて、ここに棚ができて、まあ、挿絵のような挿絵だ、盆栽ですね、まさに。すごいな、これだけでいいかよしよしよ、せっかくだから。じゃあこっちはちょっと柳っぽく作りたいと思います。なるほど、うん、と葉っぱがやっぱり本校にも似てるけど、うん、柳にもちょっと似てると感じたので、はいはい、僕は、はい、でちょうどヒョロヒョロしてる木なので、この木はゆすらゆすらとした流れをつけて木を作っていく、うん、まあ、これはどっち正面にしてもいいですし、うん、作りやすさ的に考えて、まあ、こっちかな。針金も1個500円ぐらいでアマゾンで売ってますよね。売ってます、うん、売ってるしホームセンターにも売ってるし、はい、基本的にどこでも売ってるんで、で多分ローズマリーだけじゃなくても家庭菜園で育ててるやつでかけれるやつありますよね。オリーブとかも多分いけますよね。盆栽ありますもんね。ありますね。針金あっても結構面白いんじゃない。普通に無難に煮物とか、そうですね、ブルーベリーとか、うん、例えば男性の方だったら盆栽趣味でやっててローズマリーやったら奥さんに喜ばれる、うんうん、枝がねえじゃんって言われる昨日食べたでしょ昨日食べたでしょ
なるね。ちょっとしたゆすらゆすらとした背中で背中側を曲げてあげるっていう感じですね、うん、曲げる背中の部分に針金が来るよう ように、こういう流れ。あー、いいですね。ゆすらゆすら。であとはちっちゃいやつも垂らしてあげようと、うん、はい。ちょっとこれみともないですけど、うん、こういうかけ方をさせていただきます。で、みともないですか。ちょっとみともないですね、うん、この辺はもう細い枝なんでしっかりは多分かけられないですから、うん、癖がつく程度で、で一回上げてから落とすって感じですかね。柳とか柳とかの場合は、うん、これ肩の部分は、うん、枝は葉っぱを取っちゃう方が綺麗に見えますね。なるほど。この曲線のカーブの上のとこ、その出を幹に近づけてあげて、うん、であとは、しっかり軸は作ってあげるって感じですか。木の主木ってなる軸は、であんまりここも長さは極端にはいらないですけど、一応迫力を出すために。枝と枝に針金をかけるときは、はい、両サイドをちょっとずつかけて動かないようにしてあげてからかけるといいですね。で芯を立ててあげて、うんうんうん、でここでも2個に分けてあげたらいいな、ちょうど出てるから。なるほど。でこれも一緒ですね、うん、軸は残しておいて、でまた同じ針金を使って、葉っぱを噛むとやっぱり綺麗じゃないですから、柳とか、うん、なるほど。こうやって頭を取ってあげると綺麗で、柳とかこの木の場合は垂らしたら上向きに次あれが来るんですよ、芽が、うん、だから上にこうやって生えてくるんで、あー、なるほど。それをまた矯正してあげると枝数が増えて綺麗になってくるんですね。へー、いいっすよね。でも伸びたら切って食べられるわけ。そう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 、こういう感じでどうでしょう。うんうん、柳の柳風、はい、模様木風と柳風、そうですね、半径みたいになりましたね。でこれを植え替える。植え替える。根っこを崩したくないので、うんうん、ちょっと壊します。壊す、うん、これちょっと怖いから。お、壊しますって言ったら向こうで何か壊れました。落ちたんだ。あー、腫れたよ。失礼します。おー、言ってやるとき言って。撮ってない。あ、撮れてる撮れてる。あ、撮れないかな、これどうだろう。結構巻いてますね、根が。まあちょっと崩すぐらいですけど、うん、本来はこのままあれですよね。そうそう、あんまり崩さないで植えるのがいいですけど、うん、取れた。取れた。これはこれに入れたいと思う。なるほど。いいですね。ちょっと土が残ってるんでこっちは後にします、はい、本来は鉢の準備をしてから崩した方がいいんですけど、はい、中がどうなってるか分かんなかったので、このような手順になりましたと、はい、言い訳をしておきますと。針金で止めて、で、ちょっと結ぶ程度で、あんまり映さない。ちょっと雑だった。そっか、これも考えたらやっぱ針金が太いのと細いのがあると。そうですね。ですね。絶対に太いのに巻いたやつを後ろから刺すと、まあ、本来は2本の方がいいんですけど、うん、まあ、これちっちゃいから1本で、細かいの、はい、で、鉢の正面を決めて、自分の植える正面を決めて、さっきの針金で根を固定。まあペンチ等あればこういう風に留めてあげれば、
でもしグラグラするなと思ったらこの余った針金でちょっと根っこを押さえてあげれば、うんうんまあ、動かないで済みますから。で今回はちょっと、鉢が小さいですけど乾燥に強い木ですので洗いのもちょっと入れてあげて、この豆の土ここまで細かいの、まあちょっと洗いだけだとさすがに僕の水やりが大変になっちゃうので、うん、割り箸でつついてあげる。根の間に土を入れるんですね。そうそう、さっき崩した根っこの間に入れてあげるイメージですね。でちょっとグラグラしますけど、うん、土を最後水かけた後にしっかり押さえてあげれば、うんうん、あの動きませんから。いやめちゃくちゃ良くないですか。僕想像以上に可愛いでしょ。うん、じゃあもう一個、はい、で今回使うこの鉢は、うん、桜屋さんの、はい、根の松釜の桜屋さんの鉢を使いたいなと思います、はい、可愛いですし、可愛い、やっぱり高温多湿嫌うって言って根腐れの心配もあるそうなので、ちょっとこの鉢はほぼ捨て焼き鉢に近い鉢なんですよ ね。この自然湯って釜の中で、うん、自然の釜で登り釜か、うん、でやってるんですけど、登り釜かな、穴釜わかんない、ちょっと待って、うん、穴窯で作ってる。まあその中で使った灰、薪とかの灰が、ついて、それが油分になって付着して色がついてるという状態ですね。なのでまあ木のためでありますし、あとはこれは先ほど言ったように、うん、高温多湿を嫌うということで、はい、根腐れ防止のために、水はけをいい鉢にしてあげようということで、まあ、今回使おうかなと思います。はい、で漂白類とかも植えれる色鉢って感じですよね。そうですそうです、うん、だから木のことをまあ思った、鉢ですね。なるほど、培養に関してはもう最適な鉢で、先ほどは1本で止めたんですけど、うん、今回は半圏外のような感じで、しっかり固定させてあげないと不安定になってしまうので2本通していきます。で止め方は先ほどと一緒、はい、かける2しただけですね。太い針金に2本巻いてでぐるぐるにして、まあ、ブランコみたいな形を作って通してあげる、入れる、はい、と上に4本出てくると、上に4本出てくる、うん、でこれとこれを結ぶんじゃなくて、こっちのついで結んであげるって感じですね、うんうんうん、あーこれは怖いね、ちょっと切っちゃうか。U の面白い場所があるんで、うんうん、もう自分の好きな場所でこういうの探すのも楽しいですから、はい、で本来は、この高台が正面に来る場所を選びますけど、高台？高台、この足、うんうん、まあ四つ足ですし、まあメインはこっちなので、うんうん、こういうあたりを正面にしようかな。なるほど、ちょっとここの切れ目が見えたりとか、はい、U の感じが見えたりとかする場所、うん、ちょっと僕はここを今回使いたいなと。はい、でしっかりさっきの細かい水の二重は落としてあげるっていうのが、うん、汚れた水が出てこなくなるまで水をあげると。いや思った以上に盆栽ですよね。
培養して新芽が伸びて、伸びすぎたなと思ったら料理に使うニエルかなんかに乗せてもいいだろうし、いや、針金を外すタイミングを、針金を外すタイミングは食い込んだら外すのが理想的ですけど、うん、まあそれってなかなか目ではわからないことですので、まあ、3ヶ月ぐらい、3ヶ月でいい、3ヶ月か、うん、4ヶ月ぐらい。そっか、臓器だから結構早いんですよね、通るのが。癖つけてあげるのも一つなので、はい、ちょっと若干あとつくぐらいやっても、うん、まあ、自分が楽しめればいいんじゃないかなと思います。そうですね、ただ3ヶ月からまあ半年とかですかね。そうですね、はい、1年はちょっとやりすぎなので、うん、それは控えた方がいいですけど。なるほど、まあ、より神経質になるんだったら3ヶ月取った方がいいんですけど、うん、まあ、ちょっと戻っちゃう可能性ありますから、まあ、半年ぐらい置いといてもいいですね。うん、いや、めっちゃ想像以上に良かったです。バズりますね。まあ、まず もう結果はね、皆さんは見てると思うけど。いや、いいと思います。見ての通り1000再生です。はい、1000再生でしたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。1000、はい、再生もいただいて。そうね、それもすごいからね。はい、というわけでローズマリー盆栽でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。